JR 東日本都市開発は、伝統野菜の江戸東京野菜を満喫できるイベント、粋な江戸東京野菜フェアを、JR 両国駅西口の両国江戸のれんで開催しています。このフェアは、昨年11月にオープンした飲食施設、両国江戸のれんで、東京のブランド野菜として注目を浴びている江戸東京野菜を味わってもらおうと企画されたもので、全10店舗の職人が考案した限定メニューを展開しています。今回使用されている野菜は、アシタバ、シントリナ、亀戸大根、千寿一本ネギ、東京ウドの5種類。いずれも旬を迎えた江戸東京野菜で、寿司や天ぷらをはじめ、深川もんじゃ、東京ウドとフォアグラの陶板焼きなど、各店舗が工夫を凝らしたメニューを提供。町屋を再現した空間とあって、江戸時代に思いを馳せながら伝統野菜を楽しむことのできるユニークなイベントとなっています。この日は、江戸東京野菜コンシェルジュ協会、大竹道重会長、上原京子理事によるミニ講座が開催され、大竹会長は、今回のフェアで使用されている江戸東京野菜5種について解説。それぞれの野菜にまつわる歴史をレクチャーしたほか、足立区の伝統野菜である千寿一本ネギが地元の小学校で復活栽培されたエピソードなど、現在進行形の取り組みが多数紹介されました。一方、野菜ソムリエの資格を持つ上原理事は、シントリナのラップサンドなど、江戸東京野菜を家庭で気軽に楽しむためのレシピを紹介しました。この季節限定ですね、江戸東京野菜っていうのは、ですから、45品目もあるんですが、この時期に取れるものっていうのがですね、限られてます。店長さんに集まっていただいた会議なんかもございましたから、そういうところでですね、ご提案をさせていただいた。種を通して命がずっと今日までつながってきたものですから、これをやっぱり次の世代に伝えていく、そういうものが食育の授業なり、学校の中でですね、行われているということはですね、大変心強いし、こういう学校を広めていきたいなとも思っています。このほか、江戸東京野菜を学校給食で取り入れて、第8回全国学校給食甲子園で優勝を果たした文京区立金富小学校栄養士の松丸進さんによる食育講座も開催されました。セミナーの前には、江戸東京野菜を育てる都内の小学生を対象にしたポスターコンクールの表彰式も行われ、応募総数70作品の中から選ばれた受賞者たちに賞状とトロフィーが手渡されました。児童たちの作品はフェア中会場内に展示されていますが、いずれの作品も個性豊かな江戸東京野菜の特徴を捉えており、自分たちの育てた野菜の魅力を存分に表現しています。内藤かぼちゃのポスターで最優秀賞を受賞した新宿区立西新宿小学校、斉藤杏さんにインタビューしました。4年生の時に6年生から内藤かぼちゃの種を受け継いで、学校 の, 畑みたいなところで育てるっていうのが伝統で、それで育てて内藤かぼちゃに、をかけました。水分が多めとか甘みが少ないっていうのがやっぱあって、保存がすごく効くので、そこは西洋かぼちゃはないとこだから、すごくそういうところはいいなと思います。